こんにちは、うまいもん TV のプロデューサーです。石垣もずくです。今日何？今日ね、もずくちゃん、ちょっとわざわざ忙しいのに来てもらったんだけど、お誕生日おめでとうございます。なんで誕生日でしょ、知ってるから。はぁ、ツイートあげてたもん。毎日誕生日やから、ちょっと何言ってるか分からない。いや、前ツイートあげてたじゃん、今日誕生日って。だからちょっと祝いに来てあげた、もずくちゃんのこと。本当？うん、誕生日は全然祝ってんじゃん。え、誕生日でしょ。まあ、毎日誕生日なんで、誕生日っちゃ誕生日な。そういう体であげてたの。そういう体ネタ、あれ。いや、欲しいから、いろんなもの。え、それ、そうなんだ。それだけ。あ、いい。あ、じゃあ、今日はもうもずくちゃんと僕だけの誕生日ということで、うん、買ってあげる。ほんと？欲しいもの、いいよいいよ。めっちゃある。ほんと？行こう行こう、せっかく来たし。やった。行きましょう。いいの？本当にいいの？あ、そうなん、ネタなんだ、あれ。って言っとったらみんなくれるでしょ、なんか。くれた？くれたくれた。もうそういう生き方いいな。羨ましいな。そういう生き方。じゃあここでちょっとなんか欲しいもの買ってよ。いいよいいよ。え、でももうもうこの日は本当に僕ともずくちゃんだけの誕生日にして。じゃあ、あの、毎年祝う。毎年この日祝うわ。今日という日。はいはい、行ってきます。買った。何を買いました？カバン。カバン買った。カバン買ってもらった。誕生日だからね。ありがとう。今日はでも本当に僕と、僕だけの誕生日。うん。残り364日は、うん、もういいから、他のみんなに与えていいから、うん、今日だけは僕の誕生日にして。買った。毎年記念日にしてやろう。ああ、それああ、それでいい、うん、よかった。もずくちゃんの喜ぶ姿、ちょっとどんな感じの。これ好きやから、これプレゼントしてくれたよ。あ、そうだね。残り364日の誕生日を祝う人はぜひ。みんなこれでいいよ、フレンドペン。これは喜ぶ、もずくちゃん。めっちゃ喜ぶ。分かった。何でも喜ぶ。うん、じゃあそうしよう。よろしく、うん、待ってる。今日だけは取らないで。今日何日？今日は8月22日。ハニニの日。ハニニの日は僕が祝う誕生日。他はいいです。ありがとうございます。はい、お誕生日おめでとう、もずくちゃん。みんな祝ってな。